日本の海、千葉の海を未来へつなごう、海と日本プロジェクト in 千葉県。船橋市にある船橋三番瀬環境学習館。東京湾の最奥部に広がる浅い海域三番瀬や、地球規模の環境問題などを楽しく学べる施設です。ここである船橋名物が販売されています。船橋三番瀬焼き海苔ミニパック民話セットです。こちらは船橋に伝わる民話のアニメ雪解け塚の白蛇とコラボレーションした商品。アニメのワンシーンがパッケージにデザインされています。白蛇がスルスル登ってって目が光ってるとこがアニメ見た中で一番印象的だったかなとは思いますね。海から見て暗いとその本当に方角が分からなくなるんですね。昔だと本当にこういう明かりが漁師さんの命を守ったと思うんで、すごく共感できるなと思います。こういうのコラボ商品に入っているのが3種類の焼き海苔。全国的に見ても希少な品種の浅草海苔。今回特別に商品化した海苔と青海苔からなる青混ぜ海苔。定番で一番食べられているという船橋三番瀬産焼き海苔が楽しめるセットです。このアニメ見るまでこの話は知らなかったんで、船橋住んでるけど、これがきっかけになって船橋にもこういう民話がある、海苔が取れる、魚が取れる、貝が取れるって、船橋の市民また近隣の人たちが知っていただけたらなと思います。お子さんと一緒に親子でアニメを見てこういう場面あったよね、こういうどこで作ってるんだって思いながら、親子で話しながら食べていただけたらなと思います。海と日本。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。